Z7II に F4 ズームレンズをつけて高感度撮影。今回使用した機材は高感度にはやや弱い Z7II。F4 透視の広角ズームレンズニコール Z14-30mm F4S。 最近発売され大人気の F4 透視標準ズームレンズニコール Z24-120mm F4S を使って低照度での動画と静止画の画質を調べてみました。梅園のライトアップを撮影しました。木には照明が当たっていますが全体はかなり暗い状況です。動画編集ソフトで明るくしてみましたが、画質のあれはあまり感じられませんでした。白梅が風に揺れていました。黒をバックにした白い花びらは綺麗です。24-120mm を使って動画を撮ってみました。ボケも綺麗です。Z7II にF4 透視のズームレンズを使い、ISO を上げて撮影しました。夜間の暗い場面を高感度で撮影しても、画質の低下はほとんど気になりませんでした。